幻博覧会は日本の施設テーマパーク。静岡県に東シフとの国道135号沿いに所在する。総合出版社のデータハウスの社長である宇野義嗣がプロデュースするとともに、セーラちゃんの名で自ら館長を務めている。伊豆の B 級スポットとしてインターネットやニュースサイトで話題を呼んでおり、B 級スポットとしては日本国内最大級との声もある。 出版関係を中心に、猫の博物館、怪しい少年少女博物館など博物館事業にも力を入れているデータハウスが閉園した熱帯植物園、イズグリーンパーク跡地で計画と整備を進め、2000年代、初めから土地の所有者と交渉を重ねた。約10年の交渉の末、2011年2月に土地と建物を購入し、 同2011年7月16日に開館した。イズグリーンパークは敷地面積約14,500平方メートルに10の温室があり、高さ10メートル以上の温室2つを取り壊し、残りを修理して利用された。改装費は1億5,000万円が費やされた。後期3ヶ月間と短期間だが、これは同2011年の東日本大震災の影響もあった。 約10年の交渉の間にも、三重県にあった元祖国際秘宝館や鎌倉シネマワールドなど、閉館する秘宝館やテーマパークの展示物を買い取って倉庫に収めていた。その数はトラック約100台分に上った。秘宝館から引き取った際は、トラックで7回かけて運搬し、会社1台分ほどの費用を費やしたという、先日のレトロテーマパーク、 怪しい少年少女博物館とは、姉妹館にあたる。怪しい少年少女博物館は敷地面積に限界があり、入りきらない展示物があった上、展示を細かく修正しても誰も気づかないため、新たに広い場所を用意したことも、本館の開館の理由の一つに挙げられる。コンセプトは、キかわいいであり、公式ウェブサイトの各ページにも、キかわいいパラダイス。 ひもかわいいの楽園、アホとボケの楽園など、怪しげな文句が並んでいる。他にも、アンコンタン共和国、怪しい秘密基地など、多くの異名を持つ。館長の宇野義継によれば、世間には面白いものが多数あるが、いずれは、すべてがなくなると考え、昭和の家具や食器、新聞の折り込み広告に至るまで、日常で目にする普遍的なものから、あまり見かけない、 極端なものまで現実の社会にあったものは全部集めたいと思って始めたという。全体のコンセプトは戦術の怪しい少年少女博物館と同じだがオタクや介護趣味を持つ客向けでコレクターの世界とされる同館に対し本館は子供から老人まで一人残らず笑顔にしようとの狙いがある。つまり仲間内だけに褒めてもらうのではなく知らない人、 興味のない人への挑戦であり、多くの人を楽しませることが狙いとされる。植物園跡を利用しているため、敷地面積が非常に広いことが特徴の一つに挙げられる。その広い空間に多数の展示が詰まっているため、密度が濃く、ゆっくり見れば3時間から4時間は余裕でかかるとも言われる。宇野によれば、坂道や 階段のある立体的な場所としての当治に魅力を感じ、自分が子供の頃の夢と実体験とを織り混ぜた世界を作り上げたかったという。展示物は先日の通り閉鎖したテーマパークから譲り受けたほか、骨董品店やインターネットオークションなどで収集している。展示内容の関わりとしては、宇野は高価なもの、経済的な価値のあるものには興味は薄い。 昭和の文化であっても、家具などより、むしろ、広告やゴミこそが文化であり、面白いと感じている。展示は、壊れても修理せず、その方が面白いという。何でもありの展示ではあるが、違法なもの、危険なものは禁止としている。元が植物園のため、館内は、冷房がなく、夏季は、室温40度から45度以上と、非常に暑い。公式には、 人間たちが豊かさだけを求めた末に見失ったものを思い、大自然の環境をリアルに味わうため、あえて館内を自然環境に近づけてあるとされている。また、武天には雨漏りがする。うのは今時雨漏りする施設は珍しい。こんな暑さを体験できるのはラッキーと前向きに発言している。うのはどこにもない様々な展示品を用意し、夢かうつつか、 幻かと思ってもらえるような施設を目指している。多くの人が楽しむことができる不思議な世界を作っていく。自分の趣味をただ見せるだけでなく、より多くの人が楽しめるような空間を作っていきたい、と話している。一方で館内のスタッフは、本館の経緯や内容について、ここは小難しく考えちゃダメ。何も考えずに、ただ、感じなさい。この施設を説明しろって言われても、 難しいですよ、考えたこともなかったなどと語っている。宇の自身、セーラー服おじさんの来館を機に、2015年頃から、セーラー服の着用を開始して、セーラちゃんを名乗っており、セーラー服に飽きた後には、ボディコン、人魚姫、少女、椿など、様々なコスプレで来園者を楽しませ、道路に向かって、ジュリアナ東京のようなダンスを踊るなど、自ら名物となっている。 宇のによれば、癒しと言ってくれる人もいる。気持ち悪いくらい可愛い格好をして、お客さんに喜んでもらえるのが最高に気持ちいいという。秘宝おじさん友達神社と美少女神社に個神社館内は、複数のエリアゾーンに大きく分かれている。来園者は、基本的に、順路に従ってエリアを巡る。エリアごとに非常にきっかい、過剰、シュールな、展示な、並んでおり、 それらの深みが先に行くほどに増してゆく。入館前の通路、つまり入館料を払う前の無料の時点でも、元祖国際秘宝館のマスコットであった、秘宝おじさんを改造した人形、友達神社と称する宇宙人のような人形、美少女神社の盾札と共にセーラー服姿のゴリラの人形、二人の女を抱く男の人形、二股神社、カビだらけの婦人警官の人形、 雨がっぱを着た河童と五時のままの看板など、奇妙な展示が多数並ぶ。入り口の前の時点で来園者が唖然としていたとの声もある。展示物は、恐竜の置物から、巨大な聖徳太子像、何らかのミイラ、SF を彷彿させるもの、古代遺跡のレプリカ、意味不明なものなど、非常にバラエティに富む。エリアによって、音楽と雰囲気は全く異なり、 館内を見ている間、退屈させないことが心がけられている。また先日の通り、非法館から譲り受けた展示物も多いため、昭和期に多数あったにもかかわらず21世紀には、ほとんど閉館した非法館の展示物も、その一部を本館で閲覧可能である。なお、館内の展示物は、すべて撮影が許可されている。宇のにとっては、 数々の展示物の中で一番のお気に入りと言える展示物はない。一個で数百万円するものもなくはないが、本館ではそれが価値ではなく、豊富にあることこそが大事だという。展示品やレイアウトは頻繁に変更される。複数回訪れた来園者からは、来るたびに展示が増えたり手が加えられたりしている。3年ぶりに来たら展示が非常に増えていて驚いたとの声もある。 2011年開館時点では展示内容を徐々に追加し約10年かけて全施設の完成を目指す方針と言っていたが2016年時点においても使ってない土地がまだあるから展示を拡張しながらこれから10年から20年は遊べるといい2017年3月時点でも展示物以外に多数の物品が倉庫に眠っていたという止まってしまうと寂れているように見え やる気がないように見える。それでは続かないし、誰も来ないと語っている。以下、2018年12月時点の展示構成、密林に佇む大仏と古代文明、昭和の時代を通り抜け、悪いお横町、魔界神社、祭礼の夕べの4つについて解説する。本節中の画像も、2008年12月時点の撮影による。巨大な聖徳太子像音室で育てられた。 熱帯植物が生い茂る中で、ピラミッド、ストーンヘンジ、エジプト神話の神々、モアイ、日本の城などの模型が無造作に展示されているエリアである。時代の時系列に沿っての表現がある一方で、時代も地域もバラバラになっている展示もある。幻博覧会の象徴的存在とされ、宇野の最も推奨する展示物が巨大な聖徳太子像である。 全高11.5メートルに及び、その登頂は、館の天井にまで届く。パンフレットによれば世界最大ともされる。宇野によれば、別のイベントで使われた大仏の美術品をもらい受けて、聖徳太子に改造したもので、購入費は2000万円、建設費、約1000万円という。館内には12個に小さく分割して運び入れたが、それでも大きすぎたために、 頭頂部分が削り取られており、その削り取った頭頂部分も別の場所に無造作に展示されている。子供にトラウマを与えるようなオブジェも多く、地元民の中には悪いことすると幻に連れて行くよと子供を押し付ける親もいるという、昭和の過程を再現したジオラマ昭和から平成までの世相を再現したエリアである。1945年以降の各年のベストセラー。 当時の流行のポスター、ストリップの広告、看板、レコードのジャケット、玩具、歴代の人生ゲーム、野球版、話題の人物の人形、手打ち式のパチンコ台、1970年の日本、万国博覧会の陳列品など、解雇趣味を感じさせる、年代物の貴重な品が多数並ぶ。特に、映画の宣伝ポスターと、商品広告のポスター類は、掲示数が多く、 細かに見ると、それだけで半日以上かかりそうなほどのボリュームがある。中には、昭和時代の8ビットパソコンや、ファミリーコンピュータとともに、プレイステーションや、セガサターンや XBOX が混ざっていたり、長島修行の現役野球選手時代のポスターとともに、遊戯王や、ポケモンカードなど、平成の商品も、時代錯誤のごとく混ざっている。一般家庭、教室、引きこもり、 戦闘といった昭和時代の生活を再現したジオラマも並ぶ。展示されている小物も全て本物で、当時の本、欠けた茶碗、薄汚れた手ぬぐいなど、細部が非常に関わられている。解古主義のマニアはもちろん、当時を知る年代の来園者、知らない若い世代の来園者にも、昭和の生活文化と風俗を知ることができるといった、側面も持ち合わせている。 昭和エリアの賑やかさとは対照的に怪しい雰囲気が漂うエリアである。新生児や動物の剥製、クジラの世紀、グロデスクとエロティシズムの強い展示品が並んでいる。テレビ放送にあたっては大部分が放送禁止である。剥製の類はすでに制作や流通がほとんどないものが多く、廃館となった非宝館の展示物を引き取ったものと考えられている。 妊婦の子宮内にいる胎児の状態を月齢ごとにシースルーで再現した模型180センチメートル級の巨体の人形、理髪用の多数のマネキンなども目を引く。藁人形に五寸釘を打ち込んで人を呪い殺す牛の時参りのリアルな展示もある。藁人形と五寸釘のセットは受付で販売されており、会社員の来館者が職場の上司を呪った形跡も多い。 ここと事故の悪いおよ町が館内で最も変わっているとも言われる。講述するようにキャリーパミューパミューは本館の大ファンで特にこのエリアを最も好んでおり作品ごとのタイトルが独特でそれを予想しながら見るのが楽しいことがその理由だという壊れたマネキンが修理されずに無造作に展示されている2014年に設けられた比較的新しいエリアである。こちらも 秘宝館から買い取ったらしきエロティックな人形が並ぶ。腕の壊れた人形も修復しないまま傷だらけの天使と称して強引に展示されている。排便排尿再利用器、人粉爆弾うんこ後改造人間チンパンジーなど、小学生の男子が考えるような人形も多い。流血や傷があったり、手足が体から離れていたりと、 ホラー映画の登場人物を彷彿させる人形もある。中には、基地局との接続が切れて、スマートフォンが、県外になると書かれたボタンを押すと本当に県外になるという、ハッカー寺小屋と称したハイテク展示も混ざっている。紫百老冠魔術師をイメージした、紫百王の闘神大人形基畜系ライターと、言われる、紫百王の世界を再現したエリアである。 2014年4月27日、悪いお横町内にオープンした。妻の森園ミルクによれば、2011年に紫の没後に遺品を整理していたところ、データハウスの編集者がそれらに面白みを感じ、新たな施設の開設を持ちかけたことがきっかけという。展示は紫のライフワークだったゴミ砂取り、編集者、黒田一郎、紫が最も大事にしていた。 魔術の三つの部屋に分かれている。また、紫がオカルト雑誌のムーなどを好んでいたこともあり、様々なアーティストの不思議な作品が並ぶギャラリー、未確認生物馬博覧会を併設している。プロデュースは、紫が編集者として務めていた頃のペヨトル工房の代表であった、今野祐一の推薦で、廃品や骨董品を スチームパンク系の芸術品に作り変えることにかける現代芸術家のマンタムが手掛けた。このマンタムおよび紫と信仰のあった漫画家の根本隆の助言により紫が複数の顔を持っていたとして三つの展示が制作されることとなった。缶バッジのようなごく普通の土産から補注毛と虫かごらぬ幽霊捕獲網と火の玉籠、剣弁用クソ入り箱、 呪いの藁人形、貧乏人、謎の人形ストラップなど、個性的な土産品も並んでいる。おすすめとされる土産は、音量が封じ込められていると称する、音量の瓶詰めである。本館では不定期に、正月祭りや、桃桜祭りなど、様々なイベントが催されている。2015年8月は、期間限定の文化祭が開催され、一般参加者による展示コーナーとして、 子供の頃の落書き、ポルの雑誌などが展示されたほか、エスパー伊藤が、宇のの友人として、無償でステージを演じた。2016年1月には、正月祭りが開催され、特製汁コ南蛮トライバテレン汁コが振る舞われた。宇野は、美味しいものしか入っていないから美味しいと称したが、アンパン、カステラ、シュークリーム、最中、大福などを煮込んだ独特な味のものであった。 同年夏には、真夏の文化祭と称して、アホの祭典が開催された。2017年7月は、開館6周年を記念した、6周年記念感謝、おもてなしとして、来園者に、イチゴや焼肉のタレなど40種のシロップを用意した、かき氷が振る舞われた。2018年8月も、セイラちゃんと遊べるイベントとして、真夏の木もかわいい文化祭を開催した。 他にも真冬のイベントで扇風機3つ回して風を吹きかけながらすりおろしたカボチャをかけたかき氷を食べるなど流行とは異なる個性的なイベントにこだわっている。バスでは JR 伊東駅から伊豆東海バス6番グランパル公園行きにて梅の北平バス停で下車。乗車時間は約30分。自家用車では東厚木インターチェンジから小田原より 伊東方面へ、国道135号を経由して、約120分、または、東名沼津インターチェンジか新東名、長泉沼津インターチェンジより、伊豆建館道、県道12号経由で約70分。バスは1時間に1本とやや不便であるため、自家用車かタクシーが推奨されている。駐車場は30台、無料。なお館内は坂や階段があるため、 車椅子使用者は介護者が2名必要とされる。うのによると、来園者は年間約3万人で、平日は50人、祝休日は100人から800人という。20歳代の女性が最も多く、毎週欠かさず来る常連も多い。スタッフによると、根強いファンが多く、北海道や沖縄から泊まり込みで来ることもあるという。ニュースサイトなどウェブサイトによる取材では、異様。 怪しいなどと報じられながらも、その独特の雰囲気に魅了される客も多い。物好きな人、サブカルチャー好きな人に対して、強く進める声もある。姉妹館である、怪しい少年少女博物館とともに見学する来園者も多い。2018年6月には、来園者が、ツイッター上で、入館して5分で、精神破壊を起こすと、評判。 完全に現世と切り離されている。ここはダメだと投稿したところ、2018年6月時点で7万県庁のリツイートを獲得し、話題を呼んだ。廃墟などのチンスポットやローカル情報の提供で、人気を誇るトラベルカルチャー市八角文化会館では、第4号において、日本で裏の観光資源がこれだけ集まった場所は伊豆しかない、として、伊豆を紹介し、その一つとして、 幻博覧会を取り上げた。テレビ番組では、テレビ朝日の情報バラエティ番組、お願い。ランキングの2015年4月30日放送において、インターネット投稿などから怪しいと噂される店を、出演者たちが選び出し、特に気になった店に潜入取材する企画、お願い。クラシック怪しいお店衝撃度ランキングにおいて、第2位に選ばれた。 日本テレビのバラエティ番組、嵐に仕上がれの二千十六年十一月二十五日放送分では、キャリーパミューパミューが、経済効果の女王という立ち位置から絶賛したことで、若者たちの人気が向上した。これらの他にも、フジテレビのドキュメントバラエティ、クリエイター創出ドキュメント無茶ぶり、スタンパー、日本テレビのバラエティ番組、有吉ゼミ、テレビ東京のバラエティ、ザ、 お茶目ハンター地方に残る愛すべきスポットたち特別番組高利の日本ゆるつぼスポットなどでも紹介された。ありがとうございます。